どうも、私です。マグルです。どうも、本物のマグルでございます。本日はですね、デイキャンプです。はい、最近ね、ちょっとお泊まりで行き過ぎだよと。贅沢しすぎなんじゃないのっていうね、声がね、心の声がね、皆さんの心の声が、ちょっと聞こえてきてるので、今日は大阪のとある場所に、行こうということで、今から準備を進めていくんです。マグさんはさ、マグ姉さんがさ、企画編集してるわけで、あの人今まだ GoPro しか持ってないんで、これちょっとお渡ししてみようと思います。100個。マグ姉さんにこれをね、GoPro 用のスタビライザー、ま、手ブレが結構きついとおっしゃっていたので、これでやると手ブレがしませんということで、マグ姉さんに今日これ渡すので、マグさんの映像はヌルヌルだぞだと思うよ。今日はどれにしようかなと思って、ララ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 、あ、いいですね。どれにしようかな。今日はですね、何も持っていかなくてもあるパターンのやつでございまして、食料だけを、用意するパターンのやつでございます。はい、デイキャンプなんでね、軽く行って、天気がちょっと危ういんですよ。毎度のことですね。天気が良ければめちゃくちゃ面白いあのアトラクションを撮れたはずだったんですけど、まあとりあえず行ってバーベキューしたいと思います。はい、マグジョラさん、マグジョラさん、変なところにているとって。買い物行ってまいりました。ましたよ。近くのね、スーパーに行ってまいりまして、はい、まずはお茶、お水、はい、ネギね、これはもう我々必ず必須でございますね。で、こちらね、超アラキソース。で、お肉、鶏ももミンチ、さあ何に使うんでしょうね。そして芝町ホルモンですね。半額の、国内産牛焼肉用ささみ解凍でべん、半額国内産牛肉焼肉用バラインサイド1割引ドン、牛タン焼肉用アメリカ産ダドン。娘も最近よく食べるのでこれぐらい合わせていただきました。しかもこのクーラーボックスやったら余っても日帰りやったら全然持って帰る。持ちますね、うん、ほんまに持ちますね。包丁は向こうに持っていかないような形でやっていきたいと思っております。というわけで調理スタート。さあ、まずはですね、家にあるものをちょっと物色して、きゅうり、冷凍のパプリカ。最近米津さんのね、原曲がよく出回っておりますけれども、原曲なのかどうか分かりませんが、味枝豆ね、それこそオーガニックですね。ブロッコリーで、コーンとプチトマトを引っ張り出してまいりましたね。そう、ほんで、はい、これ知ってる？これ業務用スーパーで売ってんねんけど、ポテトミックスっていうね、はい、これで言ってしまえば刻まれた人参とじゃがいもとふってけ天が入ってるから、はいはい、これでなんていうの、ポテトサラダも作れるし、コロッケの中身のネタになるしっていうやつやねんけ ど、 なるほど。これとポテトサラダで作るグラタンっていうのがあるんだけど、はい、言ってしまえばこれがまあポテトサラダにもなるわけやから、グラタンになるわけですね。一鉢でやってみるってことですね。今の野菜とこれをもうぐったぐたして焼く、はいはいはい、なら娘の栄養も取れる、野菜も取れると。いえ、しかも家にあるやつばっかりだから出ろや。まあもともとお金かかってますけどね。じゃあキュウリ切っていきますか。まあ家で下ごしらえっていうのもいいよね。ありだな。うん、ちっちゃちっちゃいちゃやん、言うて、食うな食うな。で、これどうするどうする、あ、食べたやんな。うん、食べんのかよ、食べんのかよ、食べんのかよ。私は食べてもいいって言うとっけど、どういうこと。キッチンの女王やばい、キッチンは私のものだ、キッチンの女王やばい、キッチンは私のものだ。あ、いいじゃないですか。はい、じゃあ私お気に入りのやつ出しましょう。はい、これです。あごだし浅漬けの素でキュウリを揉んでいきたいと思います。これです。イエーイ、完成。次はこれ何に使うんでしょうね。ニンニクどうします。ニンニクは切っていきます。剥いて、ジップロック入れて、はい、現地ですってげてします。はい、さっきから使ってるやつ、アイラップ、
アイラップ。これほんまはこうこうほら保存とか熱湯にもいけるらしいじゃん。ああ、袋のラップで書いてるわ。うん、絵がね、なんか昭和感がすごい漂う絵で。好きやな、昭和感。そうそう、親近感湧いて。前から昭和感好きやな。すぐ買ってしまった。何号じゃ、2号します。多い。2号で多いけど、まあ行こうか。余ったらおにぎりにして持って帰ろう。はいはい。超スリム。こいつこいつ。ここだけですね。あ、ちょっと隣が炊飯です。どうしてもこれ、あの1号、2号っていうやつ欲しかったんで。はい。では、お願いいたします。1号パーマン、2号パーマン出た。ボビー、ビーブーか。2号入りました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。米を洗います。 OK、これで置いてきます。よいしょ。はい、モノマロ準備。この箱は最近またリニューアルしたんですよ最近またリニューアルして、このね、なんだっけ、アストリーゼの替えが、あ、そう、こういう系のね、もしあれだったらリンク貼っとくんで、よかったらご覧ください。これ本当にいいんでね。ここにいつも入ってるようなものですね。で、バーナーのガスで、これがね、実は購入させていただいた新しいランタンですね。使うのは初めて、おそらく使わんといけんとは思う。で、スノーピークランタンで、これが母ちゃんのパリピランタンで、バーナーね、ナイフも実は買わせていただいてまして、まあ、使うことない。ここ絶対だからセットとして入ってるものでございまして、でここにね、ポータブル電源が入ってチートスミスですね。でここは火を起こす系のものが入っております。ね、マインクラフトさん、ありがとうございます。ほんといい箱なのよ。でこちらの箱ね、ミステリーボックスには何やってるでしょうか。虫よけ等々ですね、うん、虫よけ、これポイズンリムーブですね。噂のポイズンリムーバー、日焼け止め、グラスとか、このね、ランチベルト、これ絶対なんかどっかで使えるなと思って100均で購入したので、それで袋です。以上。はい、これが1箱目。これがもう常備するやつ。で、こちら、これもね、まあ、ほぼほぼどこ行くときも引っ提げていく系なんですが、プラス母ちゃんのごま油、これを持って帰っていいですか。あげへん。で、コップ。コップがないから、コップだけ持ってきました。グラタン用のやつ。で、これよ。何に使っても可愛いよ。ほんと鉄だからね、これ。で、これご飯炊け。炊くやつね。ご飯クッカープラス。倍だな。じゃあ、このまま、ご飯の方にやってまいりました。よいしょ。こうやって、水切って、ジップロックかなんかに入れて持っていこうと思います。荷物完成！リリリリーン。で、これから出発でーす。行ってきまーす。ゆえ。あ、すいません。行ってらっしゃーい。いや、おかしいやろ。あ、そうか。鈴木からの雨。で、ここですね。ここが我々が今から教育とこ、教育とこ。ただちょっと時間が早いんで。で、これがジップライン。アクティビティです。ジップライン。今日できればいいんですけど、多分無理です。ちょっと太陽出てきたけどな。はい。パルムガーデン舞島 by WPF。大阪唯一グランピング。またグランピングに来てしまいました。エアストリーム、トレーラーハウス、セグウェイ、ローラージップ、日帰りバーベキュー。日帰りバーベキューですね、今日だから。そうですね、いろんなやつがあるんですけれども、まあ後ほど説明しますけどね。よし、すげえ見て、うっちゃちっちゃいけど車めっちゃ速い。車走ってる、すげえ。そして、現場入ってまいりました。ちょっとね、アクティビティできるかどうか確認していきましょう。本日の舞台はここだ。おしゃれなメロディーとともに。さあ、受付祭です。はい、到着し、こちらがロッジで、そこにアクティビティですね。結果申し上げまして、アクティビティは無理。雨男が裏目に出ましたね。てか雨男は裏目じゃなくて表目に出ることってそうないんですけど。なんか散策ルートがあるみたいなんで、そちら行きたいと思います。その様子はですね、また次の動画でご覧ください。では本日はパームガーデン舞島の
日帰りバーベキューコースを楽しみたいと思います。あ、君たちがいて僕がいる。じゃあね、バイちゃん。